それでは線形台数2部分空間の解説を始めます、はい、ここではですねベクトル空間の部分集合が元のベクトル空間全体のベクトル空間のと同じ演算でベクトル空間になるかという問題を考えますつまり V をベクトル空間とするときにその部分集合 S がベクトル空間になるための条件は何だろうかということを考えてみようというわけですね まず考察1としてですね、交換速、結合速、分配速、あるいは 1×v は v になるといった行為の性質ですね。交換速1つですけども、結合速2つ、分配速2つ、1v イコール v ということで合わせて8つのうち6つのチェックについて考えます。これらの行為は、この部分集合 s について成り立つかどうかのチェックは必要でしょうか確認は必要でしょうか あるいは、そういう条件を課す必要はあるでしょうかということですね。はい、ちょっと考えてみてみください、はいえっと、これらの性質なんですけれども、交換則とか結合則とか分配則というのは、もしも部分集合 S の中のベクトルに対しては成り立たないということがもし起こったとしたらどうなるどうなでしょうと。 例えば、S のベクトルの V に対して 1×V は V にならないとしたら、当然これ全体としてもこの条件が成り立たないということになりますよね。結合法則とか分配則も同じことです。ですから、V のベクトル全ての要素に対して、この交換則や結合則、分配則 1×V=V っていうのは成り立つということは、まあ部分集 S についてもこれは当然成り立っていないと困るわけです。ですから、 ベクトル空間の部分集合であるといった段階でその部分集合はベクトル空間かどうかということを考えるにおいてはこの6つの氷はとりあえず満たされているというふうなことが分かるわけですね。ということでチェックは不要ということになります。0弦の存在ですね0弦0ベクトルですねの存在についてですけれどもこれはどうでしょうかこれはもちろん確認が必要ですね。部分集合 であるからといってですね、ゼロベクトルを含んでいるかどうかということは一応わからないわけですから、これはあの確認が必要と、つまり確認というか、えー、条件として要求されなきゃいけないということですね。もう一つはあの逆元ですね。えー、逆元全ての x に対して S の要素 x に対してその逆元が S の中にあるか、まあ、これもですね、まあ、一般にはちょっとわからないことなので、えー、これについても条件として考えなきゃいけないということが分かります。 つまり、この2つがですね、とりあえず必要な条件ということになります。ということで結論として、0弦、逆弦の存在というのが、まず必要条件として挙げられるということになりますなので、この2つの条件が十分条件かどうかということになるわけですね。はい。で、それについてはですね、まあ、こういう例を考えてみると分かります。この s というのはですね、要するに y=x3 乗という曲線のグラフの部分ですね、グラフの 点の1ベクトルのなす集合ですねを考えてみますそうするとこれは確かに0とそれから逆弦がちゃんと S の弦に対して逆弦があるということがわかりますしかしですねここでですね例えば11というのはこの S に入っているわけですけどもその2倍スカラバイである2倍をしてみるとどうなるかというと22という点になるんですけどもこれは S にもはや入っていないということがわかります 次はですね11と28というのはこの S 上の2点なんですけどこれを足してみるとですね39となるわけですけどもこれはもはや S の弦ではありませんこれではちょっとベクトル空間になっているとは言えないですよねまあ何が言いたいかというと0弦とか逆弦の存在は必要だけど、まあ、演算がちゃんと定義でき,できてないと困りますねということなんですね それではちょっと、ベクトル空間の部分集合に関して例をもう少し見ていきましょう。平面ベクトル全体ですね。平面ベクトル全体の部分集合をまず見ていきましょう。一つ目はですね、y コール 2x の1ベクトル全体。まあ、要するに y コール 2x ですね。直線の上の点。あるいはその点の1ベクトル全体ということで、こういうふうなものを考えてみましょう。そうすると、これはですね、あの原点とか、それから逆限とかはちゃんと満たしている上にですね、さらに演算の方もですね、 この S 状の点というのはこう,こういう T1 に T1 とか T2 に T2 と書けるのでちゃんとまあ演算ができるということが分かりますつまり演算ですねワットスカラ倍がちゃんと S でできるということですねこれですけども今度はですねこの y=2x の x は0以上の部分 全体を考えてみましょう。とするとですね C が負の場合ですねマイナス2倍とかマイナス3倍してみるとですねこれがこの直線半直線ですね、からはみ出てしまうということが分かりますだから今の直線はその半直線一応原点を通ったんですけども原点を通らない場合ですね1上 Y 軸方向にずらした場合考えてみるとこれはですねワモスカラー場合も S の中ではできないということになります ね、あのこの集合は0も逆元もどちらも含んでいないわけなんですけども、まあ、演算も定義できていないと演算もできないというわけですね。ですねベクトル空間の部分集合が、えー、和についてですね、えー、x と y を s とってきたときにその和がですね必ず s に入っているとかあるいはスカラ倍が s に入っているといったのことをですねいう条件をですね それぞれ和について閉じているとかあるいはスカラバイについて閉じているというふうに表現しますそれではベクトル空間の部分集合に関する例題を少しやってみましょう V を R 係数の x の多項式全体をなす R 上のベクトル空間としますで以下の各 V の部分集合は和とスカラバイについて閉じているでしょうかというこういう問題ですね はい、それではちょっと考えてみてください。それでは解説をしていきましょう。ですけども二次の多項式全体ですね。二次の多項式ちょうど二次の多項式ということですね。この集合はですねこれはワトスカラーはいずれについても閉じていません。 その例として、例えば 1+x 乗とマイナス -x 乗っていうのを考えてみると、これ足すとですね、1になっちゃいます。で、これはもう2次じゃありませんから、0次ですから、これは閉じていないということになります。さらに、スカラー倍の方に関しても、0倍の x 乗しちゃうと0ですから、まあ、要するに0ベクトル入ってませんからね、0はあの2次の多項式ではないので、もうその段階でアウトなんですけども、まあ、スカラー倍としても閉じていないということになります。 次に B ですけれどもこれはですね2次以下の多項式全体ということでこれは和とスカラ倍いずれについても閉じているわけですね2次以下の多項式同士の和っていうのは2次以下の多項式になりますしまあ3次になったりしないわけですねスカラ倍しても3次以上になったりはしませんので2次以下ということであれば、まあ、ちゃんと閉じているということがわかります C ですけれども全係数が比封の多項式比封というのは要するに0以上ということですね の多項式全体というわけですがこれは係数が0以上というもの同士足してもですね係数が0以上ということは変わらないんですけれどもスカラ倍してしまうとつまりマイナス1倍とかしてしまうとこれは当然マイナス1倍すると係数がマイナスになったりしますからこれは閉じていないということになります。いいですけれどもこれは定数項は1の多項式全体ということでこれは和もスカラ倍もどちらについても閉じていないようですね。 例えば 1+x と 1+x のを考えるとこれを足すとですね定数項が2になってしまいますし定数項1のものに2倍するとやはり定数項2になってしまいますのでこれは閉じていないということが分かります部分空間の定義をしていきましょう v を形状のベクトル空間というふうにしておきます はい、で、今 S がですね、V の部分集合であって空集合でないとしておきますで空集合でない S が部分空間であるというのを S が和とスカラ倍について閉じているということで定義しますこの時ですね S が部分空間であるとすると S には0弦と0ベクトルと逆弦が存在すると各 S の弦に対して逆弦が存在するということが言えますはですね、 実際ですね、スカラー倍について、ついて閉じているということですから、s の弦 x を取ってきたときに、それに対して、マイナス x というのは、マイナス1倍の x でしたので、マイナス1倍の x も、そのスカラー倍ということで、s に入っている。つまり、逆弦が s の中にあるということになるわけですね。また、割について閉じていますから、x と、今このマイナス x が存在するということがわかりましたから、x に対してマイナス x を加えた0ベクトルですね。 これも S に属するということが分かるわけです。例としてですね、R3 空間の部分集合であるこの SC というものを考えてみます。SC が部分空間であるためには C が0であることが必要十分条件であると。つまり平面がこの原点を通るということは必要十分だということが分かります。で、証明なんですけれども C が0でないときは、 0ベクトルですね、0、え、弦、ー、これはあの SC に属さないといけないわけですが、これは当然0を代入しても満たしませんから、SC に属しません。ですから、SC は部分空間ではないわけですね。で、一方、C が0の場合は、S0 というのはどういう手法かというと、こういうパラメータ表示できるわけですけれども、S0 がワットスカラバについて閉じていることはですね、この S と T をいろいろ変えて動く、変えて全ての集合を表せますから、それらが足す,足すとですね、 同じような形になる。スカラバイしても、このように、同じように、st のパラメータ表示をかけると。この形になるということが分かりますから、ワとスカラバイについて閉じているということが分かるわけです。で、補足なんですけども、0ベクトルだけからなる集合部分集合ですね。それから、v 全体ですね。v 自身というものは、これは当然、部分空間になりますが、これはまあ明らかにどんな場合でも部分空間になりますので、これら2つのことを、自、ま、明、あ、な部分空間と。 いう,ふうに読みますですから自明でない非自明な部分空間を考えるということがあとは本質的な問題ということになります。それでは部分空間の定義に関する例題をやってみましょう。 このような問題ですね。次数、まあ、デグリーと言いますけども、デグリーが n 以下の KK 数多項式全体 PNK という記号で書くとすると、これは KK 数多項式全体のなすベクトル空間 KX の部分空間であることを示しなさいと。ここで記号 PNR という記号、PNK とかいう記号ですけども、これはまああまり一般的ではないんですけども、この講座では使うことにします。 まあ場合によってはこの Rx でまあなんか N 以下とかですねまあそういった書き方をしたりする場合もありますけれどもまあここではこの PNKPNR という記号を使うことにしますそれではちょっと考えてみてください、はい、それでは解説をしていきます次数がですね 足し算で上がることはないということに注意すると fxgx が pnk の要素である弦であるときに f x a s x というのも pnk の弦ということになるわけですね。で同じようにですね次数がスカラー倍で上がらないということに注意すると fx が pnk のとき c スカラー c に対して cfx もやっぱり pnk であるということが分かります。したがって pnk は kx の部分空間であるということが分かるわけですね。 ここでですね、ベクトル空間 V の2つの部分空間の間に、まあ、方眼関係があるという場合には、例えば U1 が U2 の部分集合であるという場合には U1 は U2 の部分空間になります。したがって特にですね、N が M 以下のときは PNK は PMK の部分空間ということがわかるわけですね。ですね、N が M より小さい場合に RN が RM の部分集合とみなすことは、まあ、できなくはないんですけども、自然な方法はないので、 どの軸に揃えて、えーまあ、中の部分仕事を考えるかというのは自然では自然なものはないので、まあ、これは部分空間とは一般には考えません、まあ、考える場合はもちろんこう指定して何かどういうふうに思って部分空間と思うかということを指定して、えー、し指定しないと、まあ、自然な部分空間にはなりませんそれでは次に部分空間の定義の例題2をやってみましょう例題2はですね AK を K の数列全体のなすベクトル空間として AK の部分集合 S をですねこのように AN プラス1イコール 3AN という関係式を満たすもの全体としますこの時 S は AK の部分空間になることを示しなさいという問題ですね注意としてですね S の源というのはもし初項が0でなければこれは公比3の等比数列です,ですので0の場合はずっと0になりますからそれは公比3の等比数列とは言えないんですけれども 公比算の等比数列全体とプラス0数列の0ベクトルですねを合わせた集合ということになっていますそれではちょっと考えてみてくださいそれでは解説をしていきましょう はい、まず、和について閉じているということを確かめるために、x と y という2つの s の要素を取っていきます、弦を取ってきますで。和の定義によってですね、この x たす y は何かというと、まあ、もちろん数列なんですけれども、一般項 Cn が an プラス Bn で与えられるものということになります。で、この Cn が s に属することを示すためには、Cn プラス1が3倍の Cn であるということを確かめればいいわけですね。 で、実際ですね、cn プラス1というのは AN、an プラス1プラス bn プラス1で、これは3倍の an プラス3倍の bn ということで、3倍の cn と等しくなりますから、従って x、x プラス y は s の弦、つまり和について閉じているということになるわけですね。まあ、同様にですね、s から c に対して cx が s に属するということも、同じように、cx イコール dn と置いてやると、dn プラス1イコール 3DN となることはすぐ分かりますから CX は S に属するすなわちスカラーバーについても閉じているということが分かりましたしたがって部分空間であることが証明されましたま倒、あ、差数列の場合は実際どうなるかとかですねまたどのような全化式を満たす数列全体ならば部分空間になるかということをちょっと考えてみてください まあヒントとしてこの全化式の例をねいくつかちょっとこう挙げておきますのでこういう全化式の場合は部分空間になるかなということをちょっと考えてみてくださいそれではここからは部分空間と証明ということで部分空間にならないということとあれからそれから部分空間になるということの証明について順番に考えていきましょうまずですね R3 の部分集合である H1 イコールこのような 2x プラス 3y プラス z イコール1という集合ですけれども ここれはは部分空間ではないということとうう。を証明ししてみましょ1つ目の証明は必要条件として H1 が0を含んでいないということですね。これを満たしていないということから直ちにここで証明完了ですね。で、えっと、他にですね逆弦が存在しないという例を挙げるというのももう一つ証明の方法としてありますね。 もちろんこの証明1証明2のような方法で証明できる場合はいいんですけれども必要条件は満たしているけどっていう場合もありますのでその場合の証明としては例えばですね和について閉じていないあるいはスカラー場合について閉じていないということを示すという方法もある,あるわけですねで、えっと、例えばですねこの x と y というのをこういうふうに取っておくと、はい、x たす y というのは 1y に属しているかというのはこれは、まあ、計算してみると 分かるわけですね 2×−1+3×−1+1 は2でイコール1にならないので結果としてこれは H1 に入っていないというふうに言うことができます。まあ、結局ですね部分空間にならない証明っていうのは、まあ、必要条件にしろですねこういう輪について閉じていないっていうにしろ、まあ、具体的にその反証を上げるということで証明できるわけですね。それに対して今度はですね部分空間になることの証明という方を考えてみましょう。 この H0 という原点を通る場合ですねこの原点を通る平面が部分空間であることの証明を考えてみましょうまあ例えばですねこの x をス1 0に y を0 1 3とするとです,ねそうするとこの x+y っていうのは− 1ス 1, 1 5ですけどもこれは確かに H0 に入っているということが言えるわけですねこのような計算式で確認することはできますしかしながらですねこれではですね部分空間であることの証明にはもちろん なならないわけですね、まあ、よくこういう例を挙げて、えー、だから分空間であるっていう証明を、まあ、見るんですけども、えーまあ、そういうのはですね証明ではなくてただの例示であってですね、まあ、直感的に多分、まあ、あの予想を立てるというか予想する上でですねこういう具体例でやってみてあど,うどうやら成り立ちそうだということはわかるんですけれども、まあ、それは実際にちゃんとですねやってみないとダメなわけですね。 では実際にですね部分空間であることの証明をやってみましょうまずですね w1w2 が h0 の元であるときにその和 w3 が h0 に入っているつまり和について閉じているということを確認していきましょう証明していきましょう w1w2w3 の座標成分ですねこのように置いておきますそうするとですね 2x1 たす 3y1 たす z1 イコール0 同じように 2x3y2z2 イコール0なんですけれどもこれらを辺辺加えと足し合わせると 2x3 たす 3y3 たす z3 イコール0という等式が出てくるわけですねつまりこれはどういうことかというと xw3 が h0 に属しているということを意味しているわけですでスカラバイの場合もですね同様に w4 というのを cw1 と置くとですね この 2x4 たす 3y4 たす z4 っていうのは全体が c でくくるとですね、w1 の座標が出てきますから、w1 の等式が出てきますから、ゼロになるということで、この場合もですね、スカラー場合について閉じているということが言えるわけですね。以前にもやったんですけども、以前ではですね、このパラメータを使って示すということをやりました。パラメータを使って w1w 2はこのようにかけるということを用いて、 証明しても構いません、はい、パラメータ表示を使った方法方程式を使った方法どちらの方法でも証明することができるわけですねはいそれでは部分空間と証明の例題を考えてみましょう、はい、問題はですね二次以下の多項式のなすベクトル空間の部分集合 V が次の各場合に部分空間になるか丸かあるいはならないか×かを答えて証明しなさいという問題ですねではちょっと考えてみてください それでは解説をしていきましょうまず1番なんですけども、丸か×かというと、これ、丸ですね。はい、では、実際その証明なんですけれども、証明は、この S の弦ですね、S1 の弦、2の2つの弦、VW を取っていきます。まあ、これは多項式ですから、まあ、Fx、Gx というふうに書いてもいいわけですけれども、それから一応、スカラーも取っておきましょうと。 でそうするとですね、条件はですね、0における値が0というだけですから、あこの足したものをですね、足したものの0における値が0ということと、スカラ倍の0における値が0、この2つを確かめればいいということになりますね。はい、実際まあ H F、H0 は F0 足す G0 ですから、これは0足す0で0と。同じように、K0 は C 倍の F0 で、F0 は0ですから c、c ゼ0で0ということで、えー、和とスカラ倍について閉じていますので、これは部分空間であると。 いうことが証明できました今度は2番ですけども2番は今度は F=1 イコールという条件を満たす集合全体ですがこれは部分空間ではないわけですね、はい。部分空間でないということを示すには、まあ、反証反例を挙げればいいということですので例えばですねこのようにですね V=1W=X+1 イコールイコールとかを考えてみるとこれらは WV の源なんですけれども足したものは X+2 で X=0 イコールを代入すると2になってしまって。 V の源ではありませんもちろんこれねあの必要条件としてゼロベクトルが V に含まれないということを使っても構いません、まあ、いずれにしろです、ね、どちらかの方法で部分空間でないということが証明できるわけですね、はい、次3番ですけれども3番は1次以下の多項式のなすまあ集合ということですけれどもまあこれはですね以前証明したようにですねこれは多項部分空間になるわけですね ですから、まあそれ、その証明をもう一度書いてもらえばいいです。つまり、一次以下の多項式同士の和は一次以下である。一次以下の多項式のスカラ倍も一次以下であると。ということをまあ確認するということになります。はい、では、最後の問題ですね。最後の4番は、これは部分空間にはなりません。えー、どうしてか、まあ、判例を挙げるとですね、まず fx を x、それから gx を x-1 としてみましょう。 そうすると、これらはですね、F0 イコール0ですから、F1 は1なんですけども、F0、F1 イコール0という状況を満たします。GX の方もですね、G0 イコールマイナス1なんですけども、G1 の方が0ですから、G0、G1 イコール0という状況を満たしますので、いずれも V の源です。ですが、この和の HX ですね、和を HX とすると、これは 2X-1 になりますから、H0 イコールマイナス1、H1 イコール1となって、 これはですねあの v, v の条件を満たしませんから従ってこれは和について HX は V に属さないつまり和について閉じていないということになって証明ができました。